アジアのトップレベルのゲームの中でのキーパーのレベルがどんなもんかっていうところをちょっとチェックしてみましょう。右にポジションずらしているのかな。おお、素晴らしい、素晴らしい分析ですね。前回は、高校生の試合を見てもね、大津高校対、青森山田の試合を見ました。今回は世界のトップレベル、アジアのトップレベルのゲームの中でのキーパーのレベルがどんなもんかっていうところをちょっとチェックしてみましょう。早速スルーパスが出て、キーパーの立ち位置ここですね。で、この後スルーパスが出て、伊藤純也選手がここで、ボールをもらうわけなんですけど、それまでのキーパーの動きにもう一回注目してみましょう。どうですか、関。なんていうの、相手がボールを触る前には、だっけ、ニアポスト、らへんまでにも、なんか来て、もう構えてた。だね。大勢も同じような意見になると思うけど、大勢はどういうふうに見てます？見ました、早く移動してる。そうね。まあ、2人ともの意見はまさにだと思う。もう伊藤純也選手が触る前にはもう早くポジション取って、あとはもうタイミングを取るだけの状態になってるね。だからまあシュートは枠外だったんだけれども、枠内に来たとしてもある程度の反応はできるっていうところね。これが今アジアのトップレベル、中国のトップレベルの選手のその準備のやっぱ早いよね。最初ここなんだよね。からここまでは結構距離あるんだけども、そのやっぱ姿勢も一定だし、目線がほとんど変わってないの分かる、ほんの一連のちょっとしたシーンだったんだけども、やっぱりこう代表選手ってすごいなっていうところねを確認してもらえればなと思います。ここからサイドに展開されます。はい、森田がサイドに広げます。トン、はい、ここの時にワンタッチした後シュートを打ってくるかもしれないから、いつでも打たれていいようになんか構えておく。その通りね、が第一優先としてそういうことをしないといけない。はい、じゃあ2番目として考えられること、はい、じゃあ大勢。マークをつかせる。おお、マークをつかせる、つまりこの選手は次何をしてくる可能性があるってこと？パス。パスだよね。で、じゃあ、エイキ君。はい。じゃあ、パス、まず第一としてこの選手がシュートがあります。で、今、大勢が言ってくれたように、はい、次の選択肢としてパスがあります。で、エイキが今、キーパー、ここにね、エイキがキーパーしてたとしたら、どんなパスが怖いかな？例えば、やっぱ縦パスですかね。おお、どの辺？伊藤純也とかの辺に、はい、どんなパスが怖い？伊藤純也選手の、前に2枚いるじゃないですか、ディフェンスが。そこの間に通されたりとかすると、もう1対1とか。こういうパスだね。はい。そういうパスをが考えられるね。はい、素晴らしいです。3人とも、ね、素晴らしい。なのでキーパーはそういうプレーも予測しないといけない。シュートに対応しながら、そうやって今 AK 言ったみたいに、相手のこういうね、いやすごくいいパスが来るかもしれんけ、どっちも対応できるようにね。酒井選手は、シュートを選択してますね。その時にだからさっきで言ったような準備をしてないと、多分シュートに対応してたらキーパーのポジション多分もっとこっちにね動いちゃったりとかしてると思うんだけども、キーパーはこの選手に入った時にちゃんとパスの選択肢も考えてるから慌ててないよね。動きとしては慌ててないから、この時、大迫選手はトラップの後すぐシュートに行くんだけど、キーパーはもうちゃんとシュートが打たれても大丈夫な構えになってます。なのでしっかり、ね、ボール自体は外に外れるんだけども、キーパーはしっかり、最後まで対応してますね。
今の、はい、一連の中で、のキーパーの動き準備っていうところに対しては相手は今どういう状態と言える？いつでもシュートを打てる位置に。そうだね、いつでもシュートが、打てる状態だし、いつシュートが来てもおかしくない状態なので、はい、キーパーは、どんなことに気をつけなければいけない？はい、正規。シュートに気をつけ、シュートに気をつけて、その気をつけるために何をしなければいけない体勢？構えたり、うん、味方にプレスを指示したりする。ああ、その通りですね、はい、この一応の中でキーパーの動きで何か気づくこととかありますか？この大迫選手が、うん、攻撃側から見て右、ペナルティーエリアの右側でボールもらったときに、うん、左側に、ドリブルで移動してると思うんですよね。うん、ここから？ここから左側に。それと同時にキーパーもちょっとステップ踏んで右にポジションずらしてるのかな。おお、素晴らしい、素晴らしい分析ですね。ね、このちょびっとしたね動きがあったからっていうことでね。うん、不審心だね。じゃあ最後にこの時、じゃあキーパーは、何を考えないといけないのかっていうのをちょっと最後ちょっと確認しましょう。先生、今久保選手これどういう状態？フリー。フリーだね。なのでどんなことを考えないといけないのか。はい、駅。はい、パスとシュートの2つの可能性を考えればいいと思います。そうだね。じゃあシュートと、じゃあパスってどんなパスを想定しないといけない？キーパーは。はい、関。キーパー、うん、ちょっとなんか前ぐらいになんかパスを出して。ああ、その通りです。ここにね、スペースがあるの分かる？はい、ね、ここのスペースをやっぱりこの2人の選手が狙ってるので、ここのパスにも対応しないといけないし、久保選手左足がやっぱ素晴らしいっていうのも知ってるから、そのシュートね、ここの枠内のシュートも対応しつつ、ここも対応しないといけないので、非常に難しいシーンだよねっていうところで今回、しました。大事にしなきゃいけないなと思ったことが。はい、せ。代表クラスの選手とかでも、うん、基本的な構えとかポジショニングをしっかり意識していたので、うんうん、そういうところを大切にしたいと思いました。おお、素晴らしいですね。シュートを打たれる場面とかに、ピンチの局面の時にただシュートブロックのために構えるんじゃなくて、うん、味方にどれだけ的確に指示してシュートを打たせないような行動を取らせるかっていうこともすごく大事になってくると思うので、うん、自分のシュートへの対応プラスコーチングとか他の選手への他の選手を気にかけたプレーも、行えるともっといいキーパーになれると思います。おお、素晴らしい。前高校生の試合の、うんうん、やった時よりかも、うん、なんていうの、プロの人たちの試合を見て、うん、また、なんか大事にすることとかが、うん、増えたので、それを大事にしようと思いました。 OK、 ありがとう。皆さんが今言ってくれたことが本当に大事なことだし、やっぱりプロの選手から学ぶことってたくさんあると思うので、今からね、この後すぐ代表戦があるんだけども、ぜひ見てもらって、今その動画で見たようなところを見ながら試合を見れるようになると、サッカーのね、頭っていうのがこうついてくるので、ただ見るんじゃなくて試合代表戦勝ってほしいので、皆さんしっかり応援しましょう。いいでしょうか？はい。じゃあここまでとしたいと思います。じゃあ風邪ひかないように、しっかり体調も気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。